ップのスポンジもエアロフィットサクサで楽々切れますよ。ペットボトルで便利なスポンジ入れを作ります。刃先までよく切れるエアロフィットサクサを使えば楽々。ペットボトルを切って水受け布を引いて重ねたら、はい、もうできました。今まで切りにくかったものが根元から刃先まで軽く切れるんです。掃除機に絡まったものも刃先で簡単切って取れる。先広革命エアロフィットサクサ。